アンドレア・シェニエは、イタリアの作曲家、ウンベルト・ジョルダーノによる、全4幕のオペラである。1896年3月ミラノスカラザで、上演された。18世紀、革命前後のフランスを舞台に、実在の詩人アンドレ・シェニエの反省を描き、ベリズム・オペラの傑作の一つとして数えられる作品。本作品に、厳密な意味での原作は存在せず、大本作家、 ルイージリカは、ジュール・バルビエ、アンドレ・シェニエ、ポール・ディモフ、アンドレ・シェニエの生涯と作品などを参考に、実在のシェニエが綴った詩をもとに、アリアの歌詞を書くなど、シェニエの詩歌作品も丹念に研究した上で台本を執筆している。一方、実在のシェニエが残したコワニーという美女について綴った詩から自由にイメージを膨らませて、 シェニエの恋人またタレーナ・ディコワニーのキャラクターを創造、またシェニエに対抗する立場の役として、架空の人物カルロジェラールを設定するなど、物語に過激的な教師を盛り込むべく、フィクションも、ふんだんに取り入れた。この、アンドレア・シェニエ台本は、当初、貴族出身の富裕な作曲家、アルベルト・フランケッティがオペラ家の権利を保有していたが、フランケッティと、 同じく学譜出版社尊蔵女社に属する若手であった、ウンベルト・ジョルダーノが良い台本に恵まれず、苦闘しているのに同情したフランケッティが、1894年に、無償で、権利上としたものである。ジョルダーノの作曲は1895年11月、頃完成したと考えられている。この1895年から96年シーズンの、スカラでは、女社が、 劇場運営を担当、同社に属する若手作曲家のオペラ作品を集中的に上演し、ベルディやプッチーニなドライバルであるリコルディシャ貴族作品を完全に排除するという行動に出て大混乱を極めていたが、1896年3月28日のアンドレア・シェニエ初演はシーズン中で唯一の成功作となった。ルイージ・イッリカによるオリジナル台本では、 それぞれの場面は、ケークアドロで区切られているが、ここでは、楽譜での表記に従い、幕、アットで表す。時と場所、1789年から1793年にかけて、パリ及びその後外交アニー伯爵家の大邸宅。召使いたちは、パーティーの準備に忙しい。幼い頃から書籍に親しむ聡明なジェラールは、貴族階級には滅亡の運命しかない。 密かに憎悪を独白する。やがてパーティー招待客が続々と入場。その中には詩人アンドレア・シェニエもいる。人々はパリ市内での不穏な形成などの噂をしている。パーティーが始まり、優雅だが毒にも薬にもならないような新作バレエが披露される。白爵夫人はシェニエに即興詩を所望するが、気難しい彼は死境が湧かないと断る。 礼状まったレーナは、美貌の自分が頼めば彼は何か言うわ。それも、愛という言葉を入れてと友人たちに囁いた後、やはりシェニエに試作を依頼する。シェニエが、史上とは、愛のように気まぐれなものでと言いかけるので、まったレーナは、予想が当たったと交渉する。あざけられたことで怒るよりむしろ悲しんだシェニエは、即興師を朗称する。 美しい大地と大空を賛美する文句で始まった。その詩は、やがて貧者を無視する教会、庶民に重税を課する政府、悲惨な社会状況を見ようともしない、貴族階級への批判の言葉となる。パーティー参加者は怒って退席するか、あるいは聞かぬふりをする。シェニエは、マッタレーナに、愛という言葉を戯れに用いることの火を解き、貴女は愛をご存じないという。 自らの至らなさを悟ったマッタレーナは、シェニエに謝罪して、退場、女王をしらけさせてしまったシェニエもまたその場を去る。パーティーでは、何事もなかったように優雅なガボットが奏でられるが、そこに上に苦しむ貧民の一軍が現れる。彼らをこの邸宅に招いたのはジェラールだった。彼は貴族への嫌悪を叫び、メ使いの制服を脱ぎ捨て、貧民たちと共に去る。 白爵夫人は自分はジェラールのような非戦なものにも衣食住を与えてやったのにと彼の恩知らずふりを嘆く。パーティーでは再び何事もなかったように優雅なガボットが再開され人々は踊る。セーヌカハン人々が賑やかに行き交う中、シェニエはカフェへのテーブルで友人ルーシェを待っている。かつてコワニー家に仕え。 マッタレーナの召使いをしていたベルシは、シェニエに密かに近づこうとし、密定の目に留まる。シェニエは、ルーシェと打ち合い、ルーシェの用意した通行証を受け取る。シェニエは、恐怖政治の横行に危険を感じ、パリを離れるつもりである。そこへ群衆の喝采する中、議会の議員の一軍が歩道を通る。ロベスピエール、サンジュストラ革命の領収に混じって、ジェラールもやってくる。 彼は密偵に行方不明となったマッタレーナの消息を追うように命じていたのだった。密偵はベルシの動きが怪しいこと、シェニエも関係がありそうなことを報告する。人々が立ち去り夕闇が迫る中、ベルシはようやくシェニエにもうすぐあなたを慕う女性が参りますとことづてを囁く。シェニエは一人待ち、密偵は物陰で監視している。そこへマッタレーナが現れる。 彼女は、あのパーティーの晩以来、シェニエを密かにレインボーしていた。シェニエの方は、まったレーナを思い出せないので、彼女は、例のしく、奇女は愛を、ご存じなよ口に出し、二人は、たちまち熱烈な恋愛関係に落ちる。密定の知らせを受けたジェラールが駆けつけ、シェニエと決闘となる。剣の腕に勝るシェニエによってジェラールは深手を負う。シェニエがその場を去った後、 ジェラールが発見され、群衆も集まって大騒動になる。革命裁判所の大広間、諸外国との戦争が激化している。ようやく傷の癒えたジェラールは、群衆に対して、献金と、既有兵従軍を訴えるアジ演説を行い、人々は熱狂的に応じる。マデロンと名乗る老女は、すでに息子と、孫一人を革命の犠牲とし、 これが私の最後の孫ですと少年をジェラールに差し出す。裁判改定準備のため人々は一旦外に出され、ジェラールは残る。密定が現れ、シェニエは守備よく逮捕され、マッタレーナもその事実を知っただろう。彼女は除名嘆願にジェラールを尋ねるだろう。その時に彼女の肉体を得てしまえとジェラールを焚きつける。ジェラールはシェニエに対する告発状をしたためる。 虚偽に満ちたその文章を書き殴りながら、ジェラールは、自分はかつて重木だったが、今でも残忍な暴力に仕える僕に過ぎないと自重する。案の定マッタレーナが現れる。ジェラールは、マッタレーナを得たいがために、シェニエを逮捕したことを白状し、幼い頃は、騎女と一緒に遊んだのに、成人すると俺は召使い、騎女はご主人様になった。俺はどんな策を用いてでも、 以上我が物にしようと決意したのだとその写真を吐露する。マッタレーナは革命により家は没落、母は亡くなり、ベルシが身を売って得た金でようやく生きている状況を嘆き、我が身をジェラールに捧げることでシェニエを救えるのなら、本望、とまで言う。その献身に感動したジェラールは改心し、シェニエを救命するために全力を尽くすと誓う。革命裁判法廷が改定される。 かつての権力者、支配階層が球断される様を見ようと、多数の庶民が傍聴し、公弁しようとする被告たちにバリ増減を浴びせかける。シェニエの番になる。彼は、自分は国を愛する詩人で、裏切り者ではないと述べる。傍聴人席から、ジェラールも立ち上がり、告発自体が虚偽であったことをバレ法廷は大混乱となる。法廷は、被告全員に、有罪。 死刑を宣告し、群衆が歓喜する中、マッタレーナはアンドレアの名を絶叫する。サンラザール監獄、未明。早朝の死刑執行を待つシェニエは、生涯最後の死を朗読する。ジェラールとマッタレーナ登場。マッタレーナは監視を買収し、自分はシェニエと同時に死刑となる。レグリエという名前の若い女性の身代わりになるという。ジェラールはロベスピエールに、 もう一度除名を掛け合って来ようと言って去る。シェニエとマッタレーナは愛し合ったまま共に死ねる幸せを歌う。軽執行の時を迎える。監守が死刑囚の名を伝呼する。アンドレア・シェニエ、私だ。イディア・レグリエ、私です。二人は誇らしげに馬車に乗り込み、ギロチンへと向かう。テノールが歌うシェニエの役は全4幕それぞれにアリアがあり。 彼にはまた恋人マッタレーナとの華やかな二重賞も二つあるためアンドレア・シェニエは主役男性歌手の音楽的比重が高いプリモ・ウォーモ・オペラとして知られている。シェニエ役は見せ場が数多く実によく映える役だがそれだけに重厚さと輝かしさを備えた声劇的な歌唱充実した高音域多くの見せ場をこなすスタミナ 理想に燃え理想に死した詩人を観客に納得させられるだけの舞台映えする用紙などが要求される難役となっている。1961年9月28日、東京文化会館における第3回イタリア歌劇団公演が日本初演である。チェニエ役にマリオデルモナコ、マッタレーナ役にレナータ・テバルディという豪華キャストは当時話題を呼んだ。フランコ・カプアーナ式。 管弦学、NHK 交響楽団との陣容であった。2013年には宝塚歌劇団花組公演で本作を原作としたミュージカル、愛と革命の詩、アンドレア・シェニエを上演。脚本、演出は、上田恵子。主演は、ランジュ・トム。ありがとうございます。